ございます。久しぶりのデモンストレーションとなります。リュウジュルさんの、伸びの良いテクスチャーと発色を生かして、本当に簡単にタオルアートで生かせるっていうアートを3種類、そうですかね、1時間もないんですけど、45分とかくらいですかね、でご紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では、早速始めさせていただきたいと思います。ニュートラルっていうアートですね。本当に難しくないニュアンスアートになってます。筆でどうでしょう、5秒ぐらいでさっさっさっとできるサロンアートのニュアンスになってるんですけど、これってやっぱり使うカラージェルとか筆の種類によって、どれだけ綺麗にとろけるかっていうのがちょっとポイントだと思うので、もちろんですけども、リュウジュルさんの中にもしっかりワンカラーに向いてる色とニュアンスに向いてる色っていうのはそれぞれあると思うので、このニュアンス向きの、色をご紹介していきたいなと思います。まず61番ですね。61番のこちらのブラウンですね。私これすごい好きでよく使います。田中先生がプロデュースされたワインの33番ですね。これもすごい好きで本当によく使います。こちらの20番のホワイトですね。ニュアンスの時はもうほぼほぼ白はこれを使ってます。リュージェルさん白の種類多いんですけども、テクスチャー的には一番柔らかい、でも柔らかいけどしっかり発色するっていう感じのホワイトがこちらになります。はい、では見ていきます。で使う筆もオーバルブラシ1本になります。どの色を、どんな風に持って出していきたいかによって順番って変わってくると思うんですけども、秋冬じゃないので茶色い部分は少し少なめな感じでいこうかなと思います。でまず61番ですね。61番をノーマルブラシに取ったら、黒を本当にこんな感じ、先端の先にちょっと乗る程度で大丈夫なので、本当に適当です。こんな感じで適当に置いてください。こうランダムっていうよりも本当に適当に置いてます。で、対角線になるようなところに置いていきます。これも大体な感じで置いていってます。そしたら、次にこちらの Y の33番ですね。これをブラシに通して、ここはちょっと適当っていうわけにいかないので、実際のサロンワークだと、こういうサイドとか、そういうところにまず当たるので、こんな感じでサイドはしっかり腕を立てて、キューティクルも入れれるところまでは最初に入れちゃうって感じですね。こんな感じでしっかりとライン取りを今してしまっているっていうイメージでしっかり入れてください。適当ではいかない部分になってます。そしたらしっかりとライン取りができたら、これをぐっと引いていくんですけども、引いていくときのポイントとしては、まずは筆とチップとかですね、もうほんとほぼ平行にこんな感じで立ったりすると、思ってるよりもこの先端に残したい色が筆についてなくなっていってしまったりします。その雰囲気にもよるんですけども、茶色を全部なくしたくないんですね。なくしたくないので、この辺りで止めること、止めるって言ってもブレーキかけるみたいにキャッと止めるんじゃなくて、上に抜けていく感じ、横から見ると上に抜けていく感じ、この感じで筆を抜いていきます。しないと、綺麗になかなかね、入っていかないです。ではここはしっかりとサイドとキューティクルライン取りが終わっているので、これを上に抜いたら、ブラシを2、3個きれいにして、最初ビットだけつけて、こんな感じでこのままこの同じ工程を繰り返していきます。ちょっと抜けてるから足りないなと思えば、ただ塗り絵をするみたいに出てもらっていいです。だから白で伸ばしていくので、こんな感じで塗り絵をするみたいに伸ばしてもらって大丈夫です。この工程の時の大事なポイントは、しっかりと最初に、必要なカラーの時にしっかりライン取りができているかどうか、このままのニュアンスのまま勢いでバンバンっていってしまうと、どうしても出来上がった時にサロンワークだとね、ここのクオリティが綺麗にいかないと思うので、しっかりとラインサイドだったりとかラインを綺麗に取ってから
次に進めるっていうことを意識してください。次20番のホワイトですね。これを使っていきます。はい、筆に取っていただいて、まあ、あのホワイトをどのくらい、まあ、好みもあると思うのでやってみたら分かると思うんですけど、まあ、どのくらい置きたいかによってホワイトをたくさん入れたい場合はもちろんですけども、この辺とかも入れてもらっていいですし、今明らかに色が足りないのはここのクリアになっている部分、ここが足りないところだと思うので、ここから実際のサロンワークだときっとこの筆使いになると思うので、こっちからやっていこうと思うんですけども、ここから入れたら、このまま引いたら、これ、ここだけはっきりと残ってしまっているのが、もし嫌だったら、これをこのままこっちからまた引き直すじゃないですか。そしたら、ここに白で覆いかぶさって、下にいる茶色が、ちょっとだけめくれて戻ってきます。茶色が復活してくるので戻します。前に来てくださいね。茶色がちょっとずつ復活していきます。ちょっとあんまりしなかったかな、でもまあ綺麗に入ってるんじゃないかなと思います。こんな感じで、筆を使って、白とかをかぶせた時に硬化してなければ、下にある茶色が逆の筆の向きの動かし方をすることで、こう、まあ、膜をカーテンをめくるような感じで色が復活してくるっていうことを覚えていただけると、まあ、ニュアンス、あの、なんとなく混ぜたらここが混ざったから綺麗になったじゃなくて、しっかりとあのレイヤーになってるってことを意識してもらった方がニュアンスは上手くなるんじゃないかなと思います。ちょっと気持ち的にここら辺にアクセントに白があってもいいかなと思うので、ちょっとここ足していきます。で、白はやっぱり目立つので、ここもしっかりとキューティクルであるってことを意識してライン取りをしてからの伸ばす。こんな感じでちょっと入るだけでも色のコントラストが綺麗になるので、こんな感じで伸ばしていってもらうと、ライン取りしてから伸ばしてもらうと綺麗にできるんじゃないかなと思います。はい、でこれ一度も硬化してないので硬化していきます。そしたら、一度ここでノーワイプで仕上げていきますね。ノンワイプトップコートを塗って、多かったらボトルに返していきます。はい、じゃあ硬化します。そしたら硬化してる間に、こちらのパープジェルですね、ハード硬い方ですね、テクスチャーが硬い方を使っていきたいなと思います。パープジェルなんですけども、まあ、ミラーとかもつきますが、ミラーとかつける場合は硬化時間をちょっと思ってるよりも短めにしてもらった方がいいと思います。まあ、もちろんですけど、あの、お使用のライトによって変わってくると思います。私のパープジェルで使ってるライト結構こちらパワーがあるので、まあ、実際5秒ぐらいじゃないとライトが逆にちょっとね、つきが悪くなったりするので、5秒ぐらいにしてみます。はい、そしたらちょっとたまたまちゃんですね、たまちゃんを作っていきます。ライナーブラシでもいいんですけど、マルチラウンドとか太い穂先のものの方が、まあ、たくさん取れるので、こんな感じでトロンと取っていきます。でいったら、たまたまちゃんは取る時は落としたいところの筆に直角に向けてくる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 と落としていきます。直角に向けますね。直角というか平行なんですかね、もちっちゃめな、こういう変形がしまいましたけど、これで硬化していきます。で、今は別にミラーをつけたいわけじゃないので、硬化時間は普通に見せておいていいと思って大丈夫なんですけども、で、ね、こちらのサイズライダーですね、すごく発色がちょっと本当に今あの、このまま焦がしたような感じの色になります。私のおすすめはシルバーなんですね。シルバーが発色が可愛いです。こちらができましたら、こちらですね、ロングライナーですね。ロングライナーブラシでメタリックのお色を取っていただいて、タイプの上をただそのまま感じです。ミラーネイルと違って、まあ、ノンワイプだったりとか、
例えばお粉が飛んだりとかそういうことがないので、サロンワーク的には向いてるんじゃないかなと思います。そのままコーティングすればね終わりになります。はい、これでいきます。こちらで完成になります。これはサロンワークだったらどうぞどうぞね。